今福井県敦賀沖に来てます。今釣ってる獲物はですね、何を買っても一つ釣ってで狙ってるこいつマイカちゃん。今一杯釣り上げて、その次の2投目、またとりあえずそこは取ります。今日はそこ付近で当たることが多いですね。でそこ着いたらまたしゃくって、しゃくったところからゆっくり誘い下げ。はい、今竿先が戻りましたね。スワッと、こういうちょっとこうんと思ったのをとりあえず合わせる。そうすると、まあ、こっちでいうマイカちゃん、ケンサキイカですねだと思うんですけど、がほらちょっと上でしたね。はい、こんな感じで釣れまくってます。2投連続。3メーターぐらい。はい、来た。やっぱちょっと棚が上がってましたね。今また誘い下げてる時に竿先がつって戻るような当たりでした。ちょっとちっちゃいですけどね。なんか今日はそこで釣れるのはちょっと肩が良くて、ちょっと上だと肩が小さいっていう、ちょっとまあそんな感じなんですけど。はいはい、リンミンタングスペースでの15号、これでとりあえず釣れました。こんな感じで、ね、ちょっと今日はちょっと渋いんですけど、こうやってパターン見つけたら、釣れるんで、ちょっといろいろ試してみて、これからもパターンを掴んでいきたいと思います。結構釣れてる感じですね、今。こういう時は手返しで、この手返しに大事なのが、この今使ってるビンビンタングステンスって、これがですね、まあ、その名の通りボディがタングステンでできてるんで、コンパクトでありながら高比重、要はちっちゃくて重たい、なので、水流抵抗を受けにくいので、今ね、上に乗ったり下に乗ったりしてるんですけど、まあ、これはその時の状況によって、潮が速かったりすると1つ吸ってで1個だけでやった方がいい場合があるんですけど、今日みたいにそんなに潮が速くない時はこう2つつけて、それ2つつけることによってアピール力が増すんですよ。なので1つでやってなかなか乗らないで、もう1個つけたら急に乗り出すってことが本当よくあるんで、まあ、そういう状況にも対応できる。なんだ今途中で止められちゃった。はい、中途完全に言いません。途中落として、まあ、ベイトリールだったんで、落としてくるときにふわっとこう、まあ、そこについたような感覚になったんで、とりあえず合わせたんです。そしたらもうラインの色が全然そこじゃなかったんで、これはイカだと。そこで、まあ、レンズキープしてもう一回落としたら、はい、今度下ね、こんな感じでビンビンタングステンステンの15号、こう下をねタングステン素材のステンにすることによって、上につけちゃうと水の抵抗を受けて沈みにくくなるんですけど、このタングステンをつけることによって、それが帳消しになるような感じになるんで、こういう使い方にしてもらえるとスムーズに釣りができると思いますので、皆さんもぜひ。バンバンいきますよ。かなりいい感じなんで、この高比重タングステンスでは、その
名の通り、あのタングステンでできてるんで、コンパクト、それでいて重たい、ちっちゃくて重いんで水の抵抗も受けにくい、なので沈下速度が速い。ってことはちょっと今こう後ろに流れるような仕様になってるんですけど、こういう時はもう断然有利です。棚を早く攻めたい時はもうこの沈下速度の速いタングステンは人よりも早くそのイカのいる棚に落とせるんで、それだけで1杯2杯とか3杯4杯じゃ変わんないかもしれないですけど、こう何十杯って釣っていくうちにだんだん差が開いちゃう。なぜかというとやっぱり落とすのが早いんで、落とすの早いイカ乗せる釣る、落とすの早いイカ乗せる、はい、釣る、これが必然的にこう徐々に他の人よりも差が開いていくんですよね。なのでこう高活性の時、手返しが大事になる時は本当に有利。棚に入れれば乗るっていう状況ではないんで、ちょっとテクニカルな部分もあるんですけど、それでもこう棚に入れるのは人よりも早く落とせるんで、それからのこう細かい誘いがもう他の人よりも少しだけ早い。これが積み重なるといつの間にかイカの数が変わってると。はい、今も誘い下げ、今のはね本当にね超ちっちゃい当たり、ふわだって。これはちょっと引くな。まあ知れてますけどちょっとマシマシ、はい。やり取りもね、こうあんまりポンピングしない、一定で巻き続けることによってイカがバレない、ね、いい感じで釣れてます。